ずいよ。杏花が来たらどんな顔して話せばいいかな。それが難しいんだよ。兄ちゃんは分かってないな。お待たせしました。わっ、びっくりした。杏花、あなたもおはようございます、どこに探検に行くかは決まってるんですか？そうだよ兄ちゃん。ねえねえ、どこ行くの？あれ、耳はまだ来てないんですか？遅刻なんて珍しいですね。もしかしたら迷子になってるんじゃ。だとしたら大変だよ。迎えに行かないと。とりあえず耳の家まで行きましょう。寝坊してる可能性もありますし。
の人と距離が開いちゃった。もうみそぎがどんどん行っちゃうから。だって早く耳に元気になってほしいもん。だから早く行かなきゃ。薬草はこの先の迷宮を越えたところにあるはずだよ。